はい、えー、皆さんこんにちは鈴木森生チャンネルへようこそ、えー、このチャンネルでは看護師国家試験に確実に合格する学習方法と、えー、必要な知識について解説をしています、えー、今回のテーマは甲状腺機能低下症です最初に甲状腺ホルモンについて説明し、えー、代謝エネルギー酸性について復習しますそして甲状腺機能更新症に触れます、えー、それから甲状腺機能低下症について説明し 甲状腺機能更新症と甲状腺機能低下症の症状や検査所見を比較して説明していきますそして記憶に残る復習の仕方早期想起して保存について説明し最後に甲状腺機能低下症に関する国家試験過去問題について解説をしていきます甲状腺の老婆細胞から分泌されるサイロキシン T4 とトリオードサイロニン T3 が甲状腺ホルモンですねどちらも用土 別名要素が材料になっています、えー、そして甲状腺ホルモンとカテコールアミンが同じ仲間のアミン型ホルモンであるということを知っておく必要があります同じ仲間のホルモンであるということは同じ作用働きであるということですさらにカテコールアミンの中のノルアドレナリンは交感神経接合繊維の神経伝達物質ですよねということは 交感神経の働き、カテコールアミンの働き、甲状腺ホルモンの働きは、ほぼ同じと考えておくといいわけですよね。そして、その基本的な作用、働きは、基礎代謝を更新するということです、えー。代謝を更新する、もう少し分かりやすくというと、エネルギー産生を更新するということになります。えー、この基礎代謝の更新、エネルギー産生の更新ですから、 それではどんな時に、ねえー、エネルギー産生が必要になるんでしょうか、えー、まずそのうちの1つが成長期ですよね成長するためにはどうしてもエネルギーが必要ということになるので、えー、甲状腺ホルモンには成長を促進する作用があると覚えましょうさらに、えー、甲状腺ホルモンには精神刺激作用があって脳の発育にも関わっていますさあ えー、これは、ね、内呼吸の化学式ですよね、えー。内呼吸がエネルギーのエネルギー酸性の基本になるわけです、えー。グルコースと酸素が反応すると二酸化炭素と水と、えー、それから生きていくためのエネルギーができるということになるわけです。このエネルギー産生を更新するんであれば全身の細胞に、ね、酸素やグルコースを送った方がいいということになりますから。 甲状腺ホルモンは脈を速くする作用があるということになります。で、さらにエネルギー酸性が更新すると、それは体温に変わりますから、甲状腺ホルモンは寒いときに分泌が更新して、体温上昇作用もあるということになります。えー、このエネルギー酸性の材料は、ね、グルコースと酸素ですから、ね、その材料がたくさん流れていた方が理屈に合いますので、 甲状腺ホルモンには血糖値を上昇させる作用もあるということになります。さあ、それではですね、これらの甲状腺ホルモンの働きが過剰になってしまう甲状腺機能更新症、バセドウ病ではどんな症状になるんでしょうか詳しくは別の回、バセド病の回をご覧になってください、えー。甲状腺機能更新症は何らかの原因で甲状腺ホルモンが過剰に分泌される病気で、基礎代謝更新が過剰になって、 体温が上昇しすぎて発熱し発火もします、えー、基礎代謝更新が過剰になるとその材料を得るために、えー、体内のタンパク質や脂肪を以かするから体重が減少します、えー、同じように基礎代謝更新が過剰になってその材料を得るために食欲も更新します、えー、そして、えー、全身に酸素を送るために転脈になり血圧も上昇しますエネルギー産生の材料である血糖値が高くなります 精神刺激作用が強すぎて精神が不安定になったりする病気でした。さあ、えー、それでは今回のテーマ甲状腺機能低下症はどんな病気でしょうか、えー。甲状腺機能低下症は何らかの原因で甲状腺ホルモンの分泌が低下する疾患です。えー、何らかの原因としては、えー、慢性甲状腺炎別名橋本病によることが多いです。 さらに先天性生まれつきの甲状腺機能低下症もありますその他には甲状腺機能亢進症を治療したら甲状腺機能低下症になった甲状腺腫瘍を手術したら甲状腺機能低下症になったといったものがあります甲状腺機能低下症になっても甲状腺ホルモンは薬になっているので甲状腺ホルモン薬を内服すれば甲状腺機能は維持することができるわけです まず原因として一番多い橋本病は自己免疫疾患の2型アレルギーによって起こる甲状腺の慢性炎症性疾患です。そのため別名は慢性甲状腺炎になります。自己免疫疾患は女性に多いですよね。実際中年女性に好発し男女比は1対10、圧倒的に女性に多い病気です。 えー、慢性炎症があるので甲状腺が美慢性に主大しています。美慢性っていうのは全体にまんべんなくっていうね医学の世界でよく使う言葉ですね。そして、えー、この橋本病はですね最初の頃には、えー、症状がない、ね、腫れてるだけっていう方もいますけれども、えー、進行すると甲状腺機能低下症になるわけです。 はいえー、先天性甲状腺機能低下症もあります、えー。この病名をクレチン病というふうに言います。えー、甲状腺ホルモンは成長に関与していますからし、えー、中枢神経、特に脳の発育にも関与していますからこの先天性の甲状腺機能低下症クレチン病では身長発育が著しく遅れますし、えー、知能・精神運動の発達地帯も起こしてしまいます。えー クレチン病を早期に発見して治療を開始する必要から新生児血の甲状腺ホルモンを測定してスクリーニングをしています。ふるいわけをしているわけです。日本では7000から8000分べに1例見つかっていて見つかったら甲状腺ホルモン薬で治療を開始するということになります。それではここから、ね、甲状腺ホルモンの働きと甲状腺機能更新症の症状を と甲状腺機能低下症の症状を比較しながら考えていきましょうまず甲状腺ホルモンは基礎代謝を更新するエネルギー酸性を更新するホルモンですから甲状腺機能更新症ではこのエネルギー酸性の材料を得るために、えー、タンパク質脂肪の以下を更新して痩せますまた材料を得るために食欲が更新するということになります それに対して甲状腺機能低下症の方は基礎代謝が低下するわけですから体重も増加してしまうし食欲も低下するということになります、はいえー、甲状腺ホルモンは代謝を更新するから体温を上昇させる働きがあるわけですよね甲状腺機能更新症ではこれが過剰になって発熱しますし、えーまあ、発汗するわけです 甲状腺機能低下症では、ねえー、この作用が低下するわけですから低単温になって寒がりになりますし発汗は減少しますし皮膚は乾燥するということになります、えー、基礎代謝を更新するエネルギー産生に必要な血糖値を維持する作用が甲状腺ホルモンにはありますので甲状腺機能更新症では高血糖になって二次性糖尿病の原因になりますし 超前導運動が更新して下痢をしてしまいます甲状腺機能低下症の方では超前導運動は低下して便秘になるという形になりますはい、甲状腺ホルモンには成長発育を促進する作用がありました先天性の甲状腺機能低下症クレチン病では低身長になるわけですまた甲状腺ホルモンには精神機能を刺激する働きがありました 甲状腺機能更新症になると精神が不安定になって興奮しやすくなり指手の指が震える手指心線といった症状がありましたそれに対して甲状腺機能低下症は精神活動が低下しますから、えー、患者さんはすごくゆっくり話す言語緩慢になったり記憶障害になったりします、えー、甲状腺ホルモンには中枢神経の発育促進作用がありましたから 先天性甲状腺機能低下症のクレチン病では精神知能発達障害があるということになります甲状腺ホルモンは同じ仲間のカテコラミンの作用を増強しますですから甲状腺機能亢進症は頻脈になって新規更新動悸を患者さんは訴えますし血圧が上昇して二次性高血圧の原因になりました 感腺は交感神経が支配していますので交感神経活動更新によって発汗しますまた頻脈高血圧から高白質性心不全になり心臓への負担からすごく疲れやすくなりましたそれに対して甲状腺機能低下症の方は脈が遅い徐脈になり心拍量が低下して血圧が下がる低血圧になり交感神経活動が低下してますから 発汗が減少して皮膚が乾燥するということになります。え、その他の症状としては甲状腺機能更新症では甲状腺が腫れる甲状腺腫、えー、目が飛び出る眼球突出、えー、突然脱力する周期性シシマヒ等を覚えておいた方がいいわけですが甲状腺機能低下症の方では粘液水腫という特殊な浮腫が肩や顔に起こります。 えー、顔面浮腫、顔剣浮腫、口唇唇や舌、えー、舌が肥大する、それから口頭が浮腫になると声が枯れてこれを左生というふうに言いますね。次に今度は検査所見を比較してみましょう。甲状腺機能更新症は血中トリヨードサイロニン、血中サイロキシン、つまり甲状腺ホルモンの濃度を測れば、当然これは高知になるわけです。 えー、下垂体全容に負のフィードバックが働きまくるので甲状腺刺激ホルモンは非常に低値になるという形になりますそれに対して甲状腺機能低下症の方は、えー、血中トリオドサイロニン血中サイロキシンは低値ですから下垂体全容に負のフィードバックが働かないということになります、えー、そのため甲状腺刺激ホルモン の値は高値になりますえこの辺りは、ね、別の回でえ負のフィードバック、ね、甲状腺疾患のところで解説をしていますので、えーね、それをご覧になってください。はいえー、血中の総コレステロール値をは測ると、甲状腺機能更新症は低く、甲状腺機能低下症は高いということになります。一般的に、ね、痩せている人は、ね、脂肪血中の脂肪の値が低いですから、それで覚えていただければいいと思います。 え最後、基礎代謝率、これ測れるんですが、甲状腺機能更新症では高い、えー、甲状腺機能低下症では低いということになります。はい、えー、国家試験には確実に合格する学習方法があって、このチャンネルでは、ラーニングするディスカッションの頭文字を取った LTD ですよと教えています、えー。国家試験には合格必勝の法則があって、それはみんなが知っていることをあなたも知っていれば確実に合格しますよということです。 みんなが知っていることをあなただけが知らないとあなたが落ちるということになります。LTD をしていれば絶対にそんなことがないので確実に合格できる学習方法です。LTD はさらに記憶の三原則に有効で理解している覚える記名短期記憶が長期記憶に変わって忘れなくなる保存思い出すことができる早期のことです。この LTD について詳しく知りたい方は、えー、ぜひ学習方法の回をご覧になってください。 それでは、えー、今回の復習をしてみましょう。SNS で今回学んだことを発信するとえ、皆さんは早期の訓練をすることになるので、記憶に保存されて忘れなくなります。Twitter、Instagram、Facebook、YouTube、LINE など何でも構いません。あなたの学びでクラスメートも、あ、そういうことかと記名することができて、とっても喜んでくれます。えその時にはぜひ、ハッシュタグ鈴木盛夫チャンネル、ハッシュタグ甲状腺機能低下症をつけてください。お願いします。 えー、甲状腺ホルモンの働きを説明しながら甲状腺機能更新症の症状と甲状腺機能低下症の症状を説明してみましょうもう一つ検査所見の違いを説明してみるといいと思います過去の国家試験にホルモンの増加と生体の反応との組み合わせで正しいのはどれかという問題があって A の選択肢に 甲状腺ホルモン基礎代謝率の低下という選択肢があります、えー、基礎代謝率が低下するのはね今回やった甲状腺機能低下症ですから、えーね、甲状腺ホルモンがあー、ね、増加したとすると基礎代謝率は上昇するという形になるわけですよね。 はいえー、この問題難しいですね。甲状腺機能低下による食欲不振の要因ではないのはどれかという問題です。えっと甲状腺機能更新症食欲更新なら,なら甲状腺機能低下症は食欲低下でしょってだけ暗記してるとなかなかね難しいわけですけれども、えー、甲状腺機能低下症の病態を把握していればまず3番ね。 代謝は低下しますよね。それから一番ね代謝も低下してるし精神刺激作用も低下してるから活動性も低下しますよね活動性低下する人はお腹かすかないですよねそして何よりも超前導も低下していますねこれらが食欲不振の要因なんだなと分かって甲状腺機能低下症では特に液分泌の低下はないなっていうふうに 分かってやっと解ける問題、ねえー、ということでそれなりに歯応えがある問題ということになります。はい、慢性甲状腺、橋本病で正しいのはどれかという問題が出ています。甲状腺機能低下症の原因で一番多い病気ですよね。えー、自己免疫疾患ですから、壮年期男性というよりは、えー、若い女性、ね。まああの女性 年齢が高くなるにつれてあの増えていくので、実際には、ね、中年女性に多いですけれども、えー、1番は間違い。そして2番、甲状腺は萎縮するのではなくて、微慢性に主材しますから、これも間違い。そして3番、ねえー、自己免疫疾患でありますね。2、えー、型アレルギーの自己免疫疾患ですから、これが正しいということになりますし、4番、甲状腺機能は慢性的に更新するのではなくて、低下するという形になります。 はい、えー、甲状腺機能低下症の身体所見はどれかで1番の眼瞼浮腫を選ばせる問題です。甲状腺機能低下症の粘液、水腫が顔に起こるということを知っていてできる問題です。ただ、2番3番、4番の選択肢を見ると。眼球突出、心規更新発汗過多というように甲状腺機能亢進症の症状が並んでますので、まああのー、ね。それさえ知っていれば比較的簡単に解ける問題になります。 えー、低体温が起こるのはどれか、えー、これはもちろん、えー、基礎代謝が低下して、えー、体温が低下する、ね、甲状腺機能低下症ということになります、はい。甲状腺ホルモンの分泌が更新した状態の身体処見について正しいのはどれか2つ選べという問題で、えー、答えは3番の眼球突出と4番の出あごめん 5番の手指申請つまりこれは甲状腺機能更新症の問題なんですけれども他の選択肢を全部見てみると除脈便秘皮膚乾燥ということで甲状腺機能低下症の症状が、えー、使われています、えー、必ず甲状腺機能更新症と甲状腺機能低下症は、ね、比較して覚えるということがすごく大切になります 国家試験には確実に合格する学習方法があります。今回の学びが皆さんの役に立ったら、ぜひいいねボタンを押してください。また、チャンネル登録もよろしくお願いします。今回も最後までご視聴ありがとうございました。